我々にとって明日の世界は理想というより必然だった。我々が取った行動は全て正義というより当然だった。歴史にめくらの愚か者どもを打ちのめすことを、歴史をその手で一刻も早く塗り替えることを夢見ていたんだ。今さら口にするのも気遅れするが、二十歳過ぎたら我々はという言葉が嘘と分かった。我々にとって昨日の世界は来るべき時の証人だった。我々が取ったあらゆる手段は正当化される書き置きだった。歴史がいずれは最後の勝利を運び来ることを、歴史がいつかは真の英雄を指し示すことを信じていたんだ。今さら仲間を裏切るつもりもないが、二十歳過ぎたらただの人、ただより安い俺と分かった。Oh.